皆様、こんにちは。フライプログラム推進委員長しています。先端科学技術研究センターの高橋と申します。本ビデオを閲覧いただきありがとうございます。このビデオでは、フライプログラムの理念、概要について簡単に紹介させていただければと思います。さて、フライプログラム。これは日本語で申しますと、 初年時、長期自主活動プログラムということになりますが、このフライ、飛躍する、飛ぶといったその意味合いはですね、もともとはこの資格の中にあります通り、Fresher's Leave Year Program ということで、それらの頭文字を使って名付けられました。意味合いとしましては、東大版ギャップイヤー制度を意味します。 ギャップや制度。これは日本では必ずしもまだ非常に馴染みがある言葉ではないかもしれません。しかしながら欧米におきましては古くから確立されたものでありまして、例えば大学入学前に人生の寄り道を認める半年ないし1年ですね。世の中で活動をしてですね、知見を深めた上でまた大学でしっかりとカリキュラムを学ぶといった形。 あるいはですね大学を卒業終了した後にですね就職の前にですね1年間例えば世界中を回るといった形で欧米ではよく知られた制度になっていますさて日本の中の価値観としては古くは小中高大そして就職まで1年も無駄にせずにできるだけにスムーズにいくこと これが、まあ、美徳だとされていた時代もありました。しかしながら、昨今は、そのような知識の積み重ねだけでは、活躍することは極めて困難です。すなわち、極めて大きな変化をしている世界の情勢、またテクノロジー、さらにはですね、AI やインターネットといった知識自体は、 膨大に入手できる。今このような状況にいるわけです。この時最も重要なのは、どのようにしてそのような積み重ねた知識を使うのか。また、そのような知識を使う対象についてですね、ご本人がいかにですね、個人の解釈として深く理解して知ることができるのか。まあ、このようなことがより一層重要になってくることになるわけです。 その意味で単に知識をですね学んでいくだけではなくて自分から自由にですね実質的に活動するとまあこのようなことがより一層求められてきていると言えますさてこの東大のフライプログラムは入学直後の期間に特別な意味を持たせたものとして設計しておりますすなわち入学直後に自ら申請して 1>, 1年間の特別休学期間を取得して実施していただきます。実はこの特別休学自体、東京大学としては初めてフライプログラムのために作られた特別な、まあ、休暇制度となっており、休学でありながら授業料が免除されるだけでなく、東京大学のオフィシャルな支援を受けることが可能です。さらに、 修学年限にも負荷がかかりませんすなわち通常の場合には就学年限例えば学部でいうとこれ基本的に8年定められており8年以上は在籍できませんしかしながらこの特別休学に関してはこの就学年限にカウントされないといった特性がありますこの特別休学の期間を生かし自らの選択に基づき 東京大学以外の場で実施する社会体験活動を通じて、自らを成長させることを目的としているのがフライプログラムです。フライプログラムは2013年度から開始されていて、昨年度までに7期生が終了しています。通常であれば、現在8期生がまさに活躍している最中となるわけでありますが、 今年度は残念ながら新型コロナウイルス感染症拡大防止のためプログラム開催を中止としています。2021年度に関しましても残念ながら現状は不透明となっています。新型コロナウイルス感染症の、えー、社会的な状況をですね、しっかりと見て安全確保を第一とした中で えプログラムの実施について、ホームページ等でご案内させていただければと思います。なお、ウェブサイトにおきましては、東京大学のトップページから、え教育学生生活のタブに行っていただけると、フライプログラムがすぐ見つかると思います。こちらは、フライプログラムの1年の様子。 を具体的に通じたものであります。ここに示した通り、3月の合格発表後、皆さんの方で申請書を書いていただきます。そして、採用の、まあ、審査を行い、そしてですね、東京大学の各分野の専門の教授の先生と共にブラッシュアップ計画をしていただき、5月の中旬から実際の活動を開始。 そして、3月、次年度3月で、えー、報告書を出していただくと。そして、その4月からですね、いよいよそのフライプログラム、まさに皆さん自分の力、自分で見た世界、そのようなですね、新しいですね、まあ、知識、知恵を持った上で、1年生として、東京大学、 のカリキュラムを満喫していただくと。そのような、えー、設計になっています、えー。今回ですね、過去修了生の活動例としてですね、ビデオあの4件、えー、っと作成してもらってます。えー、5期生の東さんからは世界の多様な教育と生活に触れる。6期生の平田さんからは 発展途上地域の学校を訪れ子供の学習環境を学ぶ。同じく6期生の三浦さんからは空き家問題を通して日本を知る。7期生の石丸さんからはサッカーを通した文化交流と世界における選手育成環境の比較と,という形で極めてバリエーションに富んだ形で まさにフライプログラム生一人一人がですね、自分の目で見て体験してきたもの、それをですね、あのビデオで報告していただいてます。非常にユニークなものでありますので、ぜひ満喫していただければと思います。はい。こちらが最後のスライドになりますが、ここにあります通り、皆さん受験勉強を頑張ってこられて、 大学に入りますと、実は突然自由がですね、突然訪れるような、そういうようなあの考えになるかもしれません。つまり、受験勉強の間はですね、まあ様々に確立されたフレームや、あるいは方向性、そこに乗っ取って頑張っていただいたと、そういう面があるかと思います。しかしながらですね、大学入ってしまうと、実はそういうのが全くな,くなって、 もしかしたら戸惑ってしまうような、そういうようなことが訪れるかもしれません。しかし、ここで訪れた戸惑ってしまうような自由こそですね、皆さんが受験勉強で頑張って獲得した最も重要な権利です。フライプログラムでは、ぜひこのですね、自由を満喫して、自分だけのですね、フレーム、自分だけのダイレクション、 これをぜひ見出していただければと思います。以上、簡単ではありますが、えー、私からの説明としたいと思います。お聞きいただきありがとうございました。